渡辺武蔵は、日本の政治家、労働運動家。民社党の衆議院議員。愛知県碧海軍刈谷町の三州瓦原を扱う、商家に生まれる。11歳の時に父親を亡くす。1937年、高等小学校を卒業。1938年、豊田自動車工業株式会社に就職。1943年、 豊田高科青年学校を卒業。徴兵され、中国大陸各地を転戦した。1946年、復員。1948年3月に全日本自動車、産業労働組合が結成されると、同組合東海文部の法規対策部長に就任。1955年から、衣市議会議員を一気務めた。 1966年9月から1969年8月まで、トヨタ自公労働組合委員長を務めた。トヨタ自公労組は長く日本社会党の伊藤、吉道並びに伊藤義子を支持してきたが、1967年1月の総選挙で、伊藤義子は4位当選の中野史郎と356票の勝者で落選。この敗北は、 トヨタ自公労組にとって、社会党と決別し、民主社会党支持へ移行するきっかけとなった。1968年7月の、第8回参議院議員通常選挙、愛知県選挙区で、トヨタ自公労組は、社会党現職の成瀬万事と、民主社会党新人の金子正樹を、並列推薦。最重点候補とした金子は落選。同年6月、 トヨタ実行労組は、次期衆院選で、民主社会党の候補者を推すことを決定。渡辺は、同党の西村英一と、春ス和幸初期長に説得され、入党。社会党が、名鉄労組出身の太田和夫を、統一候補としたこともあり、同年8月、民主社会党及び、トヨタ労組は、渡辺擁立を決定。 1969年11月、民主社会党は民社党に解消。同年12月の第32回衆議院議員総選挙に旧愛知4区から出馬し初当選した。1976年3月、妻を亡くす。それから間もない同年5月、民社党本部総務局長だった渡辺は、同局の女性職員を暴行、監禁。 この事件が1977年3月8日発売の週刊誌で報じられると3月10日に総務局長を辞任した1979年10月の衆院選で4選1980年6月の衆院選で5回目の当選を果たすまだ50代後半であったが1981年12月24日トヨタ事故労組は 評議会を開き、渡辺に代わる新人を擁立する、方針案を明らかにした。それを受けて全トヨタローレンとトヨタ自公労組は1982年初頭に、候補者選考委員会を設け、人選に入った。トヨタ自動車工業社長の豊田栄治と、トヨタ自公労組委員長の話し合いにより、道老祖の副執行委員長の伊藤衛生が、後継候補に選ばれた。 同年3月5日、主要労組の豊田事故労組が伊藤に決定。これにより、渡辺の後継は事実上確定した。1982年4月22日、出張中の長瀬英一委員長に代わり、副委員長として、民社党国会対策委員会の会議を主催。同日午後、突然、心筋梗塞の発作に襲われ、時系大病院に入院。 翌4月23日、同病院で死去した。59歳没。1976年5月初め、民社党本部総務局長だった渡辺は、同局会計課の30代の既婚女性を、少量リアに誘い、帰りの車中で暴行した。渡辺はその後も、俺の女になれ、金なら、不自由させないと迫り、5月24日には、 港区六本家の議員宿舎に女性を監禁した。機械販売業を営む夫が抗議すると、渡辺の施設秘書は、先生は警察だって動かせる実力だ。君の今やっている商売ができなくなるようにもできると、脅した。7月末、女性は体調に異常を覚え、8月11日に、都内産婦人科で妊娠を確認し打胎した。 渡辺は治療代として100万円ほどの現金を女性に渡すとともに、女性が渡辺の元から離れると自分に与えた損害を賠償しろと秘書を使って夫から100万円を脅し取った。9月末、女性は退職。同年11月15日、第34回衆議院議員総選挙が公示。立ち会い演説会場で渡辺は、 真面目に働く者が報われる社会の実現を目指します。ことに、女性の声を政治に反映させることを、お誓いいたしますと訴えるが、この時すでに渡辺の底は、市民の間に知れ渡っており、渡辺さんて、隙間みたいという囁き声が会場で漏れた。総選挙は12月5日に行われ、渡辺は4期目の当選を果たした。 1977年3月8日発売の週刊誌が上記の女性問題を報道。トヨタ関係者は同日から雑誌の回収作業を全国的に展開。愛知県を中心として12日まで作業は続けられ、回収率は39万8000部発行のうち約22.4%に上った。特に豊田市内で 一般読者が入手したのはわずかであった。3月10日、渡辺は、党本部に辞表を提出し、総務局長を辞任した。ありがとうございます。